トンガ作戦は第二次世界大戦で実施され、上陸作戦としては史上最大の作戦となったノルマンディー上陸作戦のうち最初に実行された空挺作戦のコード名である。具体的には D-Day に開始されるノルマンディー上陸作戦の東側面を制圧し、ドイツ軍の反抗を阻止するために6月5日夜から開始されたイギリス陸軍。 カナダ陸軍空挺部隊の強行着陸、空挺効果による制圧、占領、破壊作戦である。また、6日夕方から開始された作戦、マラード作戦も含む、オーバーロード作戦は、フランス上陸からパリ解放に至るまでの一連の作戦名である。また、ネプチューン作戦は、ノルマンディ上陸作戦の正式作戦名である。連合国軍司令部は、 ノルマンディ上陸作戦を成功させるにあたって、メルビル近辺の金曜地形の確保、すなわち重要な橋梁のダッシュ、確保と、ノルマンディ海岸を射程に収めるメルビル陣地の砲台破壊が、D-Day からの一連の作戦行動の成功に関わる、極めて重要な事項であることを熟知していた。トンガ作戦は、パリ解放につながる一連のオーバーロード作戦のうち、第一に成功させるべき、 ノルマンディ上陸作戦の共闘法を確保するため、ネプチューン作戦の前段作戦として D で前日夜から実施された。作戦計画の概要は次の通り。ベヌービルの近くのカーン運河に架か,かるベヌービル橋と、ランビルの近くのオルヌ川に架か,かるランビル橋の二つを無傷で制圧、占領する。この二つの橋は 1km も離れていない。また、二つの橋は、 カーン市街からの北東に約5キロメートルの位置にある。メルビル陣地を制圧、破壊する。ランビルの北東6 5キロメートルの地点にあり、強固に防御された砲床であり、ソードビーチを射程内に収めている。四門の砲が、集停や兵員に砲撃を加え、何千人もの犠牲者が出ることが予想されたので、上陸にあたって極めて脅威であると認識されていた。 ディーブ川、リベット川に架か,かる橋の破壊。ランビルの東およそ1 1トルにある川で、ドイツ軍がこの方面から犯行を実施することが予想されたため、バラビル・ロベオムビュールとローアルンの町に近い橋を破壊することが必要である。これらの作戦を遂行した後、全部隊はランビル地域を制圧下に置き、ドイツ軍の犯行を阻止するために、6日夜明けまでに、 準備が完了していることを要求された。特に、ランビル東部の高台の確保が重要で、この地域が敵の制圧下にある場合、上陸部隊と空挺部隊の東側面に深刻な打撃が加えられることが予想された。実施部隊は、イギリス陸軍第六空挺師団のほぼ半分にあたる、人員とカナダ陸軍第一空挺師団である。師団本部、公兵、衛星兵、 グライダー部隊、迫撃砲砲兵、対戦車兵を含む第3、第6空挺旅団からなる部隊が各目標を割り当てられた。野戦砲と軽戦車が航空機で強行着陸した史上初の作戦ともなった。また、イギリス陸軍第3不評次第がソードビーチから上陸し、除行することとなった。1943年11月のテヘラン会談で、 ルーズベルト、チャーチル、スターリンは、パリを含めた北フランスの解放について、コード名、オーバーロード作戦を実施するという合意に達した。この作戦は、シェルブールからルアーブルの間にある、ノルマンディ地方で実施されることとなった。また、カサブランカ会談の決定事項を実行に移すため、連合国連政軍総司令部の総司令官に、 ドワイト・ディ・アイゼンハワー将軍を任命することが決定された。アイゼンハワーの補佐、連合軍総司令官付参謀長として、フレデリック・イー・モーガン中将が任命され、オーバーロード作戦の詳細な立案を行った。地上軍の総指揮官として、バーナード・モントゴメリー将軍が任命された。また、海軍の総指揮官には、バート・ラム・ラムゼー大将が空軍の総指揮官には、 トランフォードリー・マロリー将軍が任命された。オーバーロード作戦の最初の段階である、ノルマンディ海岸への共闘補形成作戦には、ネプチューン作戦というコード名が付けられた。この作戦自体も、トンガ作戦を含むいくつかの複雑な作戦に分けられた。6月6日を作戦実行日、D デートし、不評部隊の上陸地点は極区に分割された。これらの詳細については、 ノルマンディ上陸作戦を参照のこと。その両側面に上陸作戦の補助のため空挺効果が実施されることとなった。東側はイギリス陸軍、カナダ陸軍の強行着陸、空挺効果。西側はアメリカ陸軍の空挺効果である。これらの地点が選ばれたのは次の条件を満たすためである。アルベマーレの前で時計を合わせる。 第六空挺師団の兵士たち強行着陸の計画が明確になるとすぐにイギリス第六空挺師団の司令官リチャード・ネルソン・ゲール少将は命令を受領するためロンドンの総司令部に呼ばれた続く1ヶ月余りの期間でほとんどの作戦計画が立案準備された全部隊を一度に空輸することはできないため主力部隊と小部隊に分けて空輸することとなった 上陸作戦の直前に実行されるべき最初の橋の選挙作戦はコード名としてトンガ作戦オペレーショントンガが選ばれた。またトンガ作戦に付随する DD 夜までに実行されるべき地域の制圧作戦はマラード作戦オペレーションマラードと名付けられた。トンガ作戦の部隊は橋の周囲の安全を確保し、さらにマラード作戦の部隊が地域を制圧した後も 連合軍の上陸部隊のために、その地域は制圧下に置くべきとされた。着陸、降下地点の選定は、グライダーの輸送容量と同じぐらい問題とされた。降下地点の一つ AGV の付近は、ディーブ川とディベット川があり、川の氾濫が大きな湿地帯を作り出していたため、危険だと考えられていた。第六空挺士団の兵士たちに、 トンガ作戦の詳細を指示するリチャード・ゲール第6空挺師団、オックスフォード・シャーバッキンガム・シャー系不評連隊、第2大隊 D 中隊は、ジョン・ハワード少佐の指揮下、6月5日の夜から6日にかけて、2つの重要な橋、ペガサス橋とホルサ橋を制圧、占拠し、すぐ近くの海岸、暗号名、ソードビーチに上陸するイギリス軍本隊を待つことを目的として、 カーン・ムンガとウルヌ川の間に着陸する計画であった。これは空でメイン作戦と呼ばれたが、これが正式な作戦コード名かどうかは現在でも明らかになっていない。主要な橋の選挙はハワード・少佐が直接担当し、181名が参加して幅広い方法で準備を行い、作戦を遂行することとなった。作戦実行のために橋は建設時の図面、 およびフランスのレジスタンスとイギリス空軍が撮影した写真が用意され、それらの情報をもとに模型を作り想定演習を行った。作戦を遂行するためには、まず石膏が不評招待とともに AGKAGNAGV の3つの降下目標地点に降下する必要があった。彼らの使命は降下地点の安全の確保、および本体が降下目標とするための ユーレカユリーカと呼ばれるビーコンを設置することであった。第5空挺旅団は、ランビルの北、AGN 地点を割り当てられた。この部隊はすぐに、橋のダッシュに向かう計画であり、第7空挺大隊は、オルヌ川沿いのルポールとベヌービルの町を占領し、第12、第13空挺大隊は、ランビルを占領する使命を受けていた。強行着陸部隊においては、 予想される敵上に十分かつ迅速に対処するために6機のグライダーが輸送手段として選ばれた。各グライダーはほぼ完璧にコースに乗り着陸後すぐに戦闘行動が可能となった。ハワード少佐が指揮する橋を占拠するための工兵を含む各部隊は驚くほど目標の近くに着陸することができた。D-Day の前日、第5空挺旅団団員に 作戦の説明を行うリチャード・ゲイルもう一つの目標はメルビル陣地とそこに設置された大砲で制圧後速やかに破壊することが要求された。実行部隊はテレンス・オットウェイ仲裁下第9空挺大隊であった。この陣地には4つの砲台があり、上陸部隊の終停と人員に砲撃を加えることが可能であった。この脅威を取り除くための最も有効な手段は 連合軍総司令部の見解によれば、空挺効果であった。イギリス軍情報部が把握していた敵情は次の通りである。この陣地には1 5 0ト、mm、ル砲が4本あり、コンクリート圧は少なくとも1 8メートルで上部に土が被せられており、鋼鉄製のドアが隠されている。また、陣地の周りも重防御となっており、陣地の西と北西3 6 0ルにわたって、 幅4.5メートル、深さ3メートルの対戦車号が構築されている。さらに2つの鉄条網があり、鉄製の有刺鉄線を組み合わせたものが高さ2メートル、幅3メートルにわたって付設されている。鉄条網の背後は地雷腹となっている。陣地内部への接近道路付近にも広く地雷が埋設されている。陣地内には、 約160名が配置されており、うち15から20名の不評が守備を担当しており、守備隊には4から5丁の機関銃が配備されている。さらに3機の2 0ト、mm、ル対空機関砲が配備されている。しかしながら、レジスタンスが弾薬輸送列車を破壊しており、弾薬の備蓄量はそれほどないであろうという意見もあった。陣地の指揮所は、ソードビーチに近い、 陣地の約 2km ほど北にあった。1944年5月に実施されたメルビル陣地への爆撃状況。しかし目標を破壊することができなかったため、制圧破壊作戦が計画されたアルベマーレに栄光されるホルサグライダー第9空挺大隊の降下目標地点には陣地の南東およそ 2km の AGV 地点が選定された。計画としては、 本体の降下前に、カナダ軍第一空挺旅団が降下して、降下地点を制圧し、安全を確保する。そして、石膏として、第二十二独立空挺中隊が、降下地点を本体に示すためのユーレカビーコンを設置する。カナダ軍第一空挺大隊 A 中隊は本体を、側面から援護する。そして、陣地の前まで進み、攻撃の準備を行う。そして、 0時30分から0時50分の間に、イギリス空軍のアブロ・ランカスター爆撃機と、ハンドレ・ページ・ハリファックス爆撃機100機が、635トンの爆弾を投下することとなっていた。待機していた第9空挺大隊、オトウェイ配下の650から785名の兵士たちは、主に18から20歳の若者で構成されており、ニューバリーに近いウエストウッドバリーに、 原寸大で作られた模擬陣地で演習を繰り返し、各隊員は自分が何をしなければならないかを正確に記憶していた。いくつかの部隊はすでに出撃準備のための集合をかけられていた。集結のための石膏隊も編成され、0時20分に先行降下して集結地点に向かうこととなっていた。石膏隊の任務は重要であった。彼らは、 本体が降下すべき地点を指示し、本体が降下完了するまで彼らと共に見張りを置き、地点を確保する。そしてそれらの状況を指揮官に伝達することとなっていた。本体の進出方向は最良と思われる陣地背後から時とされた。本体の主力は0時50分に降下を開始する。最初に地雷探知機を装備した部隊が先行し、 敵人の周りに付設されている地雷原において地雷を探知し発見した場合には旗で位置を表示する。この作業の時間節約のため部隊は分隊に分けられた。移動開始は2時35分とされた。本隊は敵人から500ヤードの位置に布陣し4時10分から20分の間に集結する。A 中隊及び第591空挺航兵中隊は3機の フォルサグライダーに分譲し、陣地に固定された砲を破壊するための爆薬と点火装置を携行していた。また、迫撃砲一門で援護射撃を行うこととなっていた。攻撃開始2分半後に信号弾を発射し、それを合図に正門も含めたあらゆる位置から一斉射撃を行う。さらに2分半後にはグライダーが陣地内に強行着陸を行い、 これを合図として迫撃砲の援護射撃を終わらせる。B 中隊は鉄条網を破壊し、その上で C 中隊が陣地を攻撃する。もし5時30分までにオトウェイの部隊から指名達成の連絡がない場合、イギリス海軍の軽巡洋艦アリシューザが艦砲射撃を開始することとされた。6月5日午前4時に作戦説明を受ける。 第6空挺師団の兵士たちディーブガーとディベット側の後方に位置するドイツ軍部隊がイギリス軍、カナダ軍空挺部隊とソードビーチ上陸部隊に対して組織的な犯行を行うことが予想された。このため、カナダ軍第1空挺大隊とイギリス軍第8空挺大隊にはこの2つの川に架かる橋を爆破する使命が課せられた。爆破の後、ランビルから南東へ 約5トルの地点にあるババンの森経由で、二つの小さな町、ランビルから南東へ約3トルのルメニルと、ランビルから北東へ約3トルのルプレインに戦線を拡大することも命令されていた。計画では、6月6日7時30分、上陸時の東側面を確保されたソードビーチにイギリス軍第3師団が上陸を開始、上陸後に、 ロバット卿率いる部隊が東方面に展開し、午後までに橋を渡り、ベヌービルに到着することとなっていた。コマンド部隊は北のサルネルからフランスビルラージェまでの敵抵抗勢力を排除することが目的とされた。6月6日の夕刻には第6空挺師団のほとんどが装備と共に降下を終えた後、兵員と弾薬を補給し、 N 高架地点と W 高架地点を完全に掌握し、軽戦車と砲兵部隊をグライダーで空輸して、戦火拡張を図る予定であった。この二つの高架地点が優先であったが、グライダーの容量制限を超えるため、これ以上の人員、武装の空輸は難しい。そこで一部の部隊はノルマンディ海岸から上陸しなければならなかった。イギリスの情報機関は、 この作戦を翌月以降に実施した場合、ノルマンディ海岸とその後輩地の兵力が増強されると想定した。特定地点の偵察結果によると、グライダーの着地を妨げるための木星、鉄製の障害が開けた地形に設置されていることが判明した。当初はノルマンディへの上陸はあくまで過程であり、情報機関内では北フランス全体を想定していた。 ロンメルのアスパラガスというあだ名の鉄の杭を組み合わせたベルギー式対戦車障害が設置され着陸のための大きな脅威となっており、また、いくらかの地雷の設置が予想された。これらの理由により、第591公平中隊の参加が決定された。同中隊は第一波として不評とともに空挺効果を実施し、これら障害を排除し、 グライダーの着陸が可能なようにすることが求められた。他方の側面では、川の氾濫による湿地帯が空挺降下部隊にとって致命的な障害であると想定された。これら湿地帯は、第三空挺旅団の主力が降下する予定である AGV 降下地点に非常に近い地点にある。ドイツ軍 B 軍集団第七軍指揮官。 フリードリッヒドールマン将軍この作戦の実施地域はちょうどドイツ国防軍 B 軍集団の第7軍と第15軍の2つの軍団の責任境界線をまたぐ形になっていた。連合軍は彼らが守備責任について混乱するであろうこの境界線の一致を意図的に選んだ。ドイツ軍のすべての部隊は広い地域に散在していた。 連合軍の盛んな疑瞞作戦を走行し、ドイツ軍は連合軍がイギリスから最も近いパドカレーから上陸すると確信しており、そこへ上陸を阻止するための戦力を集中させていた。それ以上に、ドイツ軍は連合軍が晴天の日に上陸するであろうことを過去の戦況からも確信していた。1944年6月5日6日の 天気予報は悪天候と予想されており、このため多くの将官が持ち場を離れていた。B 軍集団第7軍の指揮官、フリードリッヒ・ドールマン将軍は5日から他の将校と共に、機乗演習のためレンヌにいた。北、フランスを守備する B 軍集団の総指揮官、エルビン・ロンメル陸軍元帥も6月6日には妻の誕生日を祝うためにドイツに戻っていた。 ノルマンディーには第352、第711、第716不評師団が展開していたが、いずれも主力はイギリス軍第六空挺師団の降下地点から遠かった。また、ナチス親衛隊のフリッツビットが率いる第 12SS 機候師団ヒトラーユーゲント及び1944年5月8日に編成されたばかりのエドガー・ホイヒティンガー将軍が率いる 第21機構師団契約2万名が作戦の障害となると想定された。第 12SS 機構師団ヒトラー有限との団員はせいぜい17歳程度の若者ばかりであり、またトンガ作戦の実行区域へ移動するには少なくとも12時間を要した。しかし第21機構師団はカンの南に配置されており、これは連合軍にとって かなりの脅威となるものと想定された。強梁の状況図6月5日夜から、ハワード少佐率いる D 中隊及び B 中隊は、LZX、LZY 着陸地点に向かうための準備を開始した。これらの部隊は、ハリファックス爆撃機に栄光された、ホルサグライダー6組に分譲し、タラントラッシュトン空軍基地から出発した。グライダーは、メルビルの東。 ノルマンディ海岸上空、高度1900メートルで切り離された。ハリファックス爆撃機はそのままカーンに向かい、ドイツ軍の警戒を逸らすために、セメント工場の爆破に向かった。6日0時16分、ハワード少佐及び第一小隊を乗せた一番機は、目標となるペガサス橋からわずか47ヤードの地点に着陸した。着陸時、 最初の鉄条網を突破した時点で急停止したため、乗員は衝撃で意識不明となったが、すぐに意識を取り戻し行動に移った。部隊の4分の1がこれら2つの橋の直近に着陸したのに対し、他の機は滑走して6名が行動不能となった。しかしながら、ドイツ軍の協力守備隊は、これらのグライダーを目撃しなかったか、あるいは撃墜された機だと思い、 全く反応しなかった。以前にも爆撃機が墜落する際の破片の衝撃音を聞いていたためと考えられている。占領のしばらく後のペガサス橋をイギリス兵は川の東側にある機関銃を備えた堅牢な監視所に手榴弾を投げ入れ攻撃を開始した。その直後に橋を攻撃した。でん、ブラザーリッジ隊員は一旦橋の西側に手榴弾を投げた後、 監視所にも手榴弾を投げ入れた。この間、数名の部下が敵の機関重視を射殺したが、この攻撃中に大意は首を撃たれ、重傷を負い、結果的に彼は D-Day に敵の火力によって死亡した、最初の兵員となった。最初の部隊が監視所と橋を攻撃している最中に、第二小隊の乗る2番機が着陸し、第1小隊への助行となった。 3番機の第3小隊はそれほど幸運ではなく、着陸時に突然停止したためグライダーの胴体が外れ、12名が残骸に取り残され、1名が近くの池にはまり、溺死した。第3小隊の指揮官、スミス中尉は着陸時に負傷し、さらにドイツ兵の投げた手榴弾により負傷したが、指揮を続け、数分後に戦死した。しかし彼の部下が、 橋の西側の確保に成功した。これらの戦闘の間、第249野戦中隊付きの工兵が重火を無視して橋を探索し、導火線と起爆装置を発見し、これを撤去した。ドイツ軍は明らかに橋の爆破を準備していたが、フランスのレジスタンス活動や偶然の爆発により橋が崩落することを恐れ、実際には爆破物は仕掛けられていなかった。 ドイツ兵は九州の衝撃を克服した後、激しく反撃してきたが、その時点で敗北は明らかであった。発砲が静まったため、ハワード少佐は勝利を確信した。結果、D 中隊の2名が、協領選挙の戦闘中に戦死し、14名が負傷した。こうして、ペガサス教の安全は確保され、成功を意味する暗号、ハムとジャムが送信された。 AGN 地点に降下したグライダー軍、大きな貨物を取り出すため胴体後ろを分離している。ホルサバ氏は、グライダー2機の2個小隊によって10分以内に、損失なしで確保され、すぐに防護体制が取られた。フォックス注意率いる第6小隊は、最初に着陸して、攻撃を開始した。しかし、この時までに、ペガサス橋で戦闘が起きていたので、ドイツ兵はそちらに警戒していた。 幸いにも彼らの防御能力は一箇所の機関銃陣地だけであり、第六小隊が見えた時に2から3発の無駄弾を発射した後、第六小隊の正確な迫撃砲弾を受けて逃亡した。直後に第五小隊が到着したが、彼らはこの時すでに橋が確保されていることを知らなかった。もう一機の第四小隊のグライダーは、 目標降下地点から約1 3トル離れた地点に着陸した。この機の乗員は苦闘し、4名が死亡した。ノルマンディ海岸からの上陸部隊に対しドイツ軍第21機構次第が本格的な反抗を行った場合、上陸部隊がほぼ無防備な状況となることを防ぐため、制圧部隊はこれらの橋の選挙後、守備を強化する使命を持っていた。六角した。 軽装校舎により、ドイツ軍の反抗を阻止した。強行着陸部隊の方は成功裏に作戦を遂行したものの、空挺降下部隊は、ノルマンディの広い地域に拡散してしまった。3時頃に第7空挺大隊が到着し、援護を行った。この2つの橋の付近に集結した兵員は600名、あまりで、迫撃砲と機関銃が行方不明となっていたが、 大隊は6月6日の間中、この地点を守り通した。特に第7空挺大隊の英中隊は、ベヌービルの近くの村に拠点を置き、最も激しい戦闘を行った。ドイツ軍の機構部隊指揮官、ハンス・シミット少佐は、頭上で、グライダーが切り離されたのを目撃し、部隊が孤立するのを恐れ、交代命令を下した。6日の終わりには、ロバット卿率いる、 第一特殊作戦旅団の最初の小部隊が22歳のマット・パイパー・ビル・ビー・リンに当兵の演奏をするバグパイプの音色と共に到着した。彼らの使命は橋の東を援護することであった。第7空挺大隊英中隊は6日21時まで持ちこたえた。第2不評連隊ロイヤル・ウォー・ウィックシャーが海岸から上陸してベヌービルで戦闘を継続したが、 英中隊は死傷者が多かったため大隊から分離された。生存していた英中隊の20名は継続して制圧を続けた。7日13時頃、第1特殊作戦旅団の残りが到着し、第3不評師団は解散した。この後も第6空挺師団はこの地域を守備し続けた。メルビル陣地の状況図、音イ中佐率いる第9空挺旅団の部隊員は、 広い範囲に散在した。おそらくは最初に少人数ずつ集まって集結地点を目指したが、ドイツ軍に発見されるのが早すぎたなどの理由で、作戦参加不能とみなされた。奇襲攻撃に参加できたのは、確保された集合地点に2時50分に到着できた150名だけであった。さらに、作戦遂行に必要なジープ、対戦車兵器、迫撃砲、地雷探知機、 衛星兵、工兵、海軍への連絡係が補給地点に集結できていなかった。彼らは陣地近くのゴネビルシュル、メルビルまで移動し、空軍による爆撃を待ち、その後、メルビル陣地を破壊、もしくは少なくとも損害を与えるつもりであった。しかしながら、空軍は爆撃目標を見失ってしまい、代わりにゴネビルシュルメルビルに爆撃を行い、 イギリス軍部隊を混乱させた。グライダーの一機が2 0ト、mm、ル対空砲による銃撃でコースを逸らされた。しかしオトウェイは計画よりもはるかに少ない兵員と装備という事実にもかかわらず陣地を攻撃することを決断した。兵士アラン・ジェフ・ファーソンは次のように回想している。私はオトウェイを凝視していた。彼は冷蔵庫から出した死体のように白く、 気分が優れないようにに見えた。た。直後にオトウェイは言った私は選択肢を二つ持っている。撤退するか、攻撃するか。しかし、仮に私が友人の前に立った時、彼に諦めたと言いたくはなかった。だから、私は攻撃することにした。メルヴィル陣地の後4時30分頃、オトウェイは集結した人員を四個の攻撃部隊に再編成した。彼らは陣地を 背後から攻撃した。陣地を囲む鉄条網はオトウェイハカの兵が切断した。パリー少佐に引きられた AC 中隊が地雷原に2つの経路を作るため地雷探知機なしで地雷の発見と新刊の除去を行った。しかし彼らが髪方に進出した際、ドイツ兵に発見されて6丁の機関銃による銃撃を受けた。大体が使用できる。 唯一のビッカース機関銃が持続射撃を行うま、ナイト軍曹率いる小部隊は、正門前で3丁分の機関銃手を銃剣と手榴弾で制圧した。ナイト軍曹はその後自在に動き回り、陽動を行ってドイツ兵の注意をそらした。この戦闘中、2機のクライダーが陣地に接近しつつあった。しかし、彼らはユー霊カビーコンがうまく作動しておらず、 爆撃の煙が充満していたため、着陸地点を見失ってしまった。このため、グライダーのパイロットは、肉眼だけで操縦を行っていた。うち一機は、目標地点から約3.2キロ離れた村の近くに、着陸してしまった。これが発見されて、銃撃を受けている際、もう一機のパイロットは、ドイツ軍機関銃栄光団の栄光から陣地を発見し、 陣地から約700メートルの地点に着陸した。着陸の衝撃でグライダーは破損し、数名の兵が負傷したが、彼らは陣地に向かって行進していたドイツ兵を見つけ、待ち伏せ攻撃を行うためすぐにグライダーを降りた。軽重二洋艦、アリシューザとメルビル陣地の位置関係、オトエイは、軽重二洋艦アリシューザに、無線で陣地への砲撃を要請しており、アリシューザは、 すでに要請に応じていた。このため、イギリス兵は、陣地から一旦撤退した。これは陣地を再び取り戻すため、地下号に隠れていたドイツ兵が、地上に姿を現すのを待つためである。そして、ドイツ兵が外へ出てきた際に、アリシューザが砲撃を始めたが、これは、地上のイギリス兵にとっての砲撃支援となった。グライダーが到着したため、オトウェイ・チューザは攻撃命令を出した。 パリー少佐は笛を鳴らし、鉄条網を爆破するため、部下にバンガロール爆薬塔を発破させた。直後に4個の部隊は突撃を開始した。暗闇では際立った経路が見えず、何名かが地雷原に迷い込んだ。ドイツ兵は山頂の機関銃を発砲したが、すぐにブレンガン射手と狙撃手により制圧された。敵の砲火と地雷の爆発の中、 腰ダメ射撃と手榴弾で応戦しながら陣地に突入した。これは一種の奇襲攻撃となったが、ドイツ兵はすぐに体制を立て直し、まず全域を照らすために照明弾を打ち上げた。さらには、隣のカブール陣地に対して、地雷原に対して、砲撃を要請したほどであった。オットウェイは最終的に砲を破壊するために、彼の予備部隊に最後の機関重視の制圧を命令した。 次に、陣地内に侵入し、敵砲兵を次々に制圧した。砲兵と爆発物が届いていなかったため、部隊員が持っていた、対戦車高性能爆弾ギャモンを使って砲を爆破した。陣地から 2km 北の地点の指揮所があり、ドイツ軍中東部隊の指揮官ライムントシュタイナーと、22歳の電話交換手、電気技師、測量技師が詰めている指揮所が、 運河を監視していた。イギリス兵とカナダ兵はこの指揮所を奇襲した。4時頃まではシュタイナーが電話で襲撃ごとに報告を受け命令を行っていたが、奇襲部隊はこの指揮所を奪取した後、そこにそのまま籠城した。イギリス兵は指揮所の中でドイツ軍の劣勢であるという電話報告を聞いていた。5時には陣地はイギリス兵が制圧しており、 周囲は虐殺の様相を呈していた。最終的に、イギリス空挺隊員は65名が、戦死、30名が、負傷、22名が捕虜となった。また、本日に至るまで190名が行方不明となっている。一方、ドイツ軍陣地に詰めていた兵は少なくとも130名が、死亡、生存者はわずか6名であった。作戦終了後に、 砲座に据えられていた方が 150mm 砲ではなく旧式の 100mm 砲であったことが判明したが上陸部隊の脅威は明確に取り除かれた。メルビル陣地への攻撃は少人数による攻略作戦として空挺志願の歴史で最も優れたものの一つと考えられている。AGN 地点に着陸し背後に映っているホルサグライダーからジープを引き出し、 移動する第6空挺師団の兵士たち橋梁の破壊は、イギリス軍第3空挺工兵小隊に任せられ、カナダ軍第1空挺師団が援護することとなった。カナダ軍第1空挺師団の兵士は、着地した後すぐに、いくつかの使命を達成しなければならなかった。英中隊は、メルビル陣地の制圧作戦において、第9空挺大隊の側面を助行する必要があった。しかしながら、 そのためには着陸のすぐ後にゴネビルシュルメルビルを通らなければならなかった。到着した時、ちょうどイギリス空軍が爆撃を行うところであったため、できるだけ早く隠れる場所を探さなければならなかった。その直後に上閣に詰めていたドイツ軍の小部隊から銃撃を受けた。一旦この部隊を制圧してからメルビル陣地の側面を攻撃するために移動を開始した。 A 中隊は結果として、第9大隊を助行し、休息の後、ルメニルまで移動した。B 中隊は、第3空挺旅団から、随伴兵として、公兵招待を割り当てられ、ロベオムの近くの橋を爆破する使命を受けていた。4つの目標地点のうち3つは 3.2km ほど離れており、ドイツ兵が多く散在し、かつ湿地帯であったため、小規模な戦闘が発生した。 三個小隊のうち二個小隊は湿地帯に着陸し、第三小隊はそのために多くの武器と装備品を廃棄せざるを得なくなったが、抜け出すことができたものは集結地点を目指した。不運な何名かは溺死した。第三空挺旅団とそのうちの第八空挺大隊の部隊員は最大で約1 1トル離れた地点に降下した。 トスランド中尉が5名の公兵を率いて降下し、集合地点までの間であった女性フランス人レジスタンスに橋まで案内された。橋においてはフラン少佐が B 中隊の指揮を取った。しかしながら爆破に必要な爆薬はまだ到着していなかった。一人の軍曹が空挺降下部隊員が持参していた対戦車爆弾ギャモンから爆発性物質1 3ラムを取り出し、 その場で爆発物を作って橋を爆破しようとした。結果、崩落はしなかったものの、明らかに破損は与えることができた。6時ごろ、他の兵と共に集合土上で落ち合った工兵が爆発物を伴って到着した。集まった9 0ラムの爆薬は、橋を破壊するのに十分であった。C 中隊はフランスに降下した最初のカナダ人たちであった。 彼らは、石膏とともに、本体降下の1時間半前、正確に降下目標地点、DZV に降下する必要があった。その理由は、ドイツ軍の司令部を攻撃するため、および、バラビルの村の背後に集結し、橋の攻撃に移るためであった。リベット側に架かる橋を爆破することが使命であるが、これを実施することでこの地域を占領することが容易となる。 6月7日にランビルの脇道で守備を行う第6空挺師団の兵士マッテン注意とその部下はパイロットがディベット側とオルヌ側を見間違えたため遠く広い地域に散在してしまった彼らはソードビーチから1 6トルほどの地点に降下したマクラウド少佐は結局10分間に部下15名を発見したバラビルに移動する途中で 彼らは信号を正確に送信した。このため、イギリス空軍機はメルビル陣地を正確に爆撃することができた。しかし、若干の機は間違えて DZV 地点付近に爆撃を行ってしまい、待機中の兵に混乱をもたらした。マクラウド少佐は敵の警戒を招かないように、はぐれた他の部隊の兵を集めながら目標地点を目指した。 彼らが攻撃を準備していた際、敵の7 5ト、mm、ル砲を発見し、そちらへ向かった。射撃弾が弾薬箱に当たり、敵兵数名が死亡した。その際、マクラウド少佐は重傷を負った。この戦闘は10時頃まで続いた。結果ドイツ軍の中屯部隊46名が射殺された。1時には、バイル中尉と部下の後兵が橋の爆破に成功した。 第8空挺大隊は予定よりも約1 1トル西に降下しており他の降下部隊と集結するために大きな混乱を伴った。彼らはダコダ輸送機から空挺降下したが1個の幽霊化の設置場所が誤っていたために14名が目標地点でない場所に降下した。彼らは AGK 地点の偵察隊と合流し6 5キロメートル北の AGN 地点で 残りの空挺部隊員37名と合流した。3時30分には141名が目標地点に到達していた。アラスター・スティーブンソン中佐はこの兵力をトロアルンに移動させた。彼は道に2門の対戦車砲を設置し、西からの敵車両に備えさせた。この部隊は数時間後に第21機攻師団の戦車6両を撃破した。 第8空挺大隊は、トロアルン攻略には、兵員不足で、小さい町から 1.6km ほど北のババンの森で持ちこたえた。第3空挺小隊の少人数が、ビュールの近くの2つの橋を破壊するために、コマンド攻撃を実行に移し、9時15分頃に、破壊に成功した。ドイツ軍の捕虜を屋根に乗せ移動する、第1特殊作戦旅団の兵士、ランビルの近く、 6月7日、第3空挺中隊長、ジョン・コーチ・アダムス・ローゼウェアーレ少佐は、第8空挺大隊の状況を把握していなかったため、ジープを使い、トロアルギへ向けて連絡を試みた。彼は、小さい町経由で正確に走行したが、途中ドイツ軍の重火を引きつけたため、何かあったに違いないと考えていた。カナダ兵は高速で走行するジープから応戦したが、カズトが妨害を受けた。 急カーブを曲がった際に、ピーチー軍装が車から投げ出され、すぐにドイツ軍に拘束された。ローゼベアーレ少佐は、橋の手前の小さな町に到着した。彼らは輸送してきた爆発物を橋に設置し、5時ごろ、橋の中央に6メートル以上の穴を開けることに成功した。第8空挺大隊は、トロアルン制圧のための人員が揃っておらず、攻撃が開始できずにいた。 やがて英中隊の約半分の人員が迫撃砲と機関銃を伴って到着した。ビュール攻略部隊も合流したので、ピアソンは彼らをまとめて、混成部隊を編成した。第三空挺旅団は、ババンの森の南を防御地点とした。これら二つの部隊は、ドイツ軍から二度の発砲を受けたが、短時間のうちにこれを制圧し、一部を捕虜とした。 混成部隊の一部が橋に向かったが、すでに、ローゼベアーレによって破壊されたものと確認したにも、かかわらず、この橋を確実に使用不能とするために、さらに爆破を加えた。オルヌ川の近くに残壕を掘る、第一特殊作戦旅団の兵士、6月7日、ナチス親衛隊の武装親衛隊は、アドルフ・ヒトラーの指示なしで動かすことはできなかった。ナチス親衛隊は、 ドイツ国防軍とは別組織であり、指揮系統も明確に異なるためである。しかし、相当大本営作戦部長から、ヒトラーは睡眠薬を使いずっと眠っており、起こすことはできないという返答があったため、この手段は犯行に参加させることができなかった。また、当初の一連の動きは、ドイツ軍が上陸地点と確信していたパレドカレーに対する疑惑。 陽動作戦として低く見積もられた。レジスタンスがすでにドイツ軍の電話、電信連絡網を破壊していたため、連合軍の動きについては少数の情報しか届いていなかった。さらに、連合軍は、ルパートルパートと名付けられた、高火兵を模した銃撃音を発する人形をノルマンディ全域に散布していた。同じく、この人形から離れた位置に6名の、 イギリス陸軍 SAS 兵士が降下し、ドイツ軍部隊に対して何度も場所を変えつつ、奇襲攻撃をかけていた。これらの疑瞞作戦は、ドイツ軍を混乱させるのに成功した。空挺降下を見破られないために、連合軍の爆撃機は各所に爆撃を行い、ドイツ軍に本当の目標地点を想定させるのを困難にした。さらに、作戦の実行部隊が、 本来の着地地点とは違った地点に降下してしまったため目標地点にたどり着くまでにドイツ軍と小規模な戦闘を繰り返したことも加わった。これらを通してドイツ軍は連合軍の本当の目標地点から完全に注意を逸らされ誤った領域に兵力を集中配備した。やがてフランス奪還作戦が始まったことがドイツ軍側で明らかになりつつあった。 彼らがどれほど疑瞞作戦であると確信していたとしてもパドカレーの領域で戦闘が始まったことは事実であったためである。それでもドイツ軍の若干の将校はパドカレーの作戦の1ヶ月ほど後に主力部隊が進行してくるであろうと予想していた。第6空挺師団の責任交戦区域内すべてで兵力を増強する準備がなされた。第五空挺旅団第七空挺大隊は ベヌービルの西、オルヌ川付近でまだ激しく戦闘を続けていた。その間、第13空挺大隊が降下した数時間後にランビルを確保した。このため、ランビルはオーバーロード作戦開始以来、初めて解放された村となった。第12空挺大隊はランビルの南方に配置され、南からの攻撃に備え、小さな峰に沿って残壕を掘った。6日中何度か、 第12空挺大隊は、ドイツ軍第125機構大隊に攻撃され、かなりの損失を出したにもかかわらず、地点を守り抜き、もっと良い位置を占拠して、さらなる攻撃を抑止した。深刻な兵力不足となっていた第3空挺旅団は、ランビルの北と東の広大な峰を制圧する、こととされた。また、カナダ軍第8及び第1空挺大隊は、 それぞれババンの森とメニルの村を確保した。北では第9空挺大隊がメルビル陣地に80名だけを残してルプレーンの村を目標とした。しかし、この村のドイツ兵を制圧するには兵力不足であった。その代わり、彼らはシャトーダムフレビルに敵兵力を引き止めておくことに成功した。ルプレーンの村からドイツ兵を排除する役割は第4コマンド隊が引き継ぎ、 多くの犠牲を出したものの、夕国までには村を確保した。旅団の残存兵力は、同様に北方の村を占拠した。峰は、しばらくの間確保された。8日には、ドイツ軍の第15軍第346師団が、リーブ川を越えて反抗し、続く4日間の間に、峰の奪還を目指して、第3空挺旅団と第1特殊作戦旅団に、著しい攻撃を加えた。 双方の部隊は激しく損耗し、特に兵力不足であった第三空挺旅団にあっては深刻なものとなった。しかし、各旅団は波外れた粘り強さを見せ、敵師団に大損害を敷いた。ちょうど4日後には同師団を撃退した。敵第346師団は主力を2つの旅団の間に進出させようとしたが、ちょうどその位置にはランビルを守備する第7。 第13空挺大隊がいたため、この試みも失敗に終わった。敵士団は約400名の死者と約400名の捕虜を出して無力化された。ドイツ軍はブレビルを確保し続け、攻撃の足がかりとしており、これは第6空挺士団全体にとって脅威であった。しかし、12日夜に第3空挺旅団と共に、 コマンド数名に援護された第12空挺大隊が攻撃を開始し損害を出した者の村を占拠することに成功した。この勝利はこの地域の制圧にとって極めて重要であった。この日以来第6空挺士団の責任交戦区域内で激しい戦闘が起きることはなかった。第51ハイランド士団の到着は第6空挺士団の防御を強固にするのに極めて役立った。 この地域の制圧責任は第51師団に移ったため、第6空挺師団は東方に短い防御線を敷き、これに集中することができた。その後2ヶ月間、彼らは近隣の敵情を偵察し、優れた働きをした。8月17日、ノルマンディーにおける進出予定線上のドイツ軍を排除する命令を受けた。車両と武装の多くが不足している状態にもかかわらず、 彼らは迅速に前進し強固な敵を制圧して高い賞賛を受けた。そしてセーヌ川の向こうまでドイツ軍を押し出した。ここでノルマンディにおける第6師団の役割は終わり、9月の第1週に他の作戦まで待機するためイギリスに帰還した。結果としてトンガ作戦は連合軍の勝利となった。各部隊は予定された半分以下の兵力で、 かつかなりの損害を出したものの、目標となる地点の制圧、占領、破壊作戦を全て成功裏に終了させた。ノルマンディ地域で展開された連合軍部隊の他の作戦も一部に大きな損害が出たものの、比較的順調に終了した。離れていた皇族部隊も続行し、共闘法を確保することに成功し、フランス内陸まで進出することができた。 空軍総司令官のリー・マロリー将軍は、このペガサス教、ホルサ橋の強行着陸作戦を、この戦争中、最も成功した航空作戦と評した。ペガサス教の戦闘は、ノルマンディ上陸作戦の中でもよく知られた作戦の一つとなった。コーネリアス・スライアンによる、ノルマンディ上陸作戦についての小説、一番長い日として映画化された。 運河高校のために跳ね上げを行うペガサス橋、ベヌービル橋と呼ばれていた、この橋は公式にペガサス橋と改称された。この名称は英国空挺部隊の検証のデザインであるペガサスに由来している。第二次世界大戦後の1994年、交通量増加のために橋の掛け替えが実施されたが、歴史的な印象をそのまま残すために、 オリジナルの橋をそのまま拡大した形で設計されて、架橋された。元の橋の一部分はペガサス教博物館に展示されている。橋の選挙を指揮したハワード少佐の名誉を称え、道路もハワード少佐通りと解消された。ランビル橋はグライバーの名前を取り、ホルサ橋と呼ばれている。モントゴメリー将軍は1944年7月16日に、 ジョン・ハワード少佐の卓越した指揮を称え、ことこう勲章を授与した。同じく、第六空挺師団の兵士は、主勲十字章を授与された。現在のメルビル陣地跡は、観光地となっている。標準設計611一式や戦砲陣地と一号防弾室から、なる小さい博物館がある。陣地の横の芝のはびこった場所に、イギリス陸軍第九空挺大隊とオトウェイのための、 記念碑が立っている。ペガサス橋を呼び掛け書いた橋は、バスキュール形式の橋の別個の亜種で、シェルツアー、ローリングリフトバスキュール橋あるいは、ローリングブリッジと呼ばれるタイプである。このタイプの橋は、時空受けの周りで回転せずに、シュスパンの橋桁に取り付けられた湾曲した踏み板の上で後方に転がる。このデザインにより、 一定の解放角度ではより大きな頭上余地が与えられる。ありがとうございます。